ロ館は中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家、天軍の指導者の一人、国境内戦期に雲南省政府主席を務めた。原名は国官。字は長平、遺族。1911年、龍雲と共に四川省で天軍に加入する。1912年に雲南省へ戻ると雲南陸軍工部学校に入学した。 1914年に、雲南陸軍工武道第四期不評化を卒業。以後、龍に従う形で、天軍内で昇進していく。1927年には、龍率いる第五軍の第七度旅,旅城となっている。同年2月、天軍軍長の龍区も、小赤倉が、雲南の統治者、東を次ぎ、行を平変で倒した。その後、 主導権争いから6月に古が竜を吸収、拘禁してしまう。カンは過労じて本命を脱出すると竜派部隊を急合して古から竜を奪還する。そして竜と共に古藩竜雲勢力をすべて撃破し竜の雲南統治を確立した。同年8月に竜雲が国民政府から国民革命軍第38軍軍長に 任命されると、露館は第38軍第98市市長に任命された。露は、省の近代化建設を支持、推進する立場にあった。例えば1929年末には、露は、雲南省財政庁長を兼任し、省財政改革を断行して、これを成功させた。1930年5月、露館は、竜雲の命令により、厚生省へ、 天軍を率いて進攻した。しかし、紹介難礼を攻略できず、進行制派の反撃も受けたため撤退した。翌年3月、ロカンラリュ羅グモ配下の4市長は、リュウグモに対して平変を起こしたが、失敗に終わる。ロカンラは、市長から悲鳴された。人民解放軍歓迎大会で演説するロカン1937年、日中戦争が勃発すると、ロカンは、 国民革命軍第六十軍軍長に任命された。そして理想人配下として大一総戦役などに参加し、活躍した。以後、第三十軍団軍団長、第一集団軍副総司令、第一集団軍総司令を歴任する。戦争末期には、第一方面軍総司令に就任した。1945年8月に日本が降伏すると、カンは、 第一方面軍を率いて、ベトナム入りし、ドバシー・サムイツ率いる日本軍の幸福受諾事務を担当した。同年10月に、小解析は、雲南文老主義に基づき、反中央的な活動をする、竜雲を雲南省政府主席から罷免した。当初の小解析は、竜の後継者と目されていた露館の主席就任を望まなかった。そのため、 中国国民党長老で、雲南省出身の李高式を公認に当てようとした。しかし、李高式は雲南省内の各階層から人望がなく、省内の激しい反発により混乱を弱気した。そのため、省会席はやむを得ず、そのまま路官を公認とした。ハノイから昆明に帰還した路は、12月1日に就任先生を行い、以後4年間にわたり、 雲南省を統治する。炉の統治傾向も、流同様に、雲南文炉主義的であった。それにより、将来国民政府中央と安闘しながら独自路線を模索してゆく。さらに統治の終盤には、中国共産党や各市民主党派と秘密裏に連携した。1949年12月9日、炉間は中華人民共和国に基準することを宣言した。まもなく、 古祝道の命令を受けた国民党軍が昆明を攻撃してくる。ロはこれをしのぎ、1950年2月に中国人民解放軍を迎え入れた。同年3月、カンは雲南省軍政委員会主任に就任している。その後、西南行政委員会副主任、全国人民代表大会常務委員、中国人民、政治協商会議全国委員会常務委員、 中国国民党革命委員会中央常務委員、国防委員会委員などを歴任した、1974年5月13日、北京で死去、去年80、その5日後に追悼会が開かれている。ありがとうございます。